母さんを守るために残ってよ。危険な目に遭わせないでね。わかった。守ってる間にデザートを注文していい？ええ、わかった。省エネモード解除。ここからはもっと真面目にやるわ。おかえり。今回は早かったのね。まだ3個目のデザートを食べ終わったところよ。もう3個目かい？リネット、食事のバランスには気をつけるって約束だろ。こんなにデザートを食べたら夜ご飯が何も入らなくなっちゃうよ。大丈夫。運動モードに切り替えて、ランニングで余計な糖分は消費するから。まったくへりくつを。はあ、仕方ないな。次はないからね。わかった。墓の前で涙を流す美しい女性が黒幕だなんて誰が信じるだろう。のメリットもないけれど、逆に怪盗マーテンは牢屋の外で彼の家族を世話することができる。これで辻褄があった。あの予告状はこの人が送ったものじゃないさ。10年も経ったの。セサルさんの事件の再調査だった。これであなたは自由よ、ジェマさん。おめでとう。この外には大勢の観客がいるけど、本当の見届け人は君たちだけだからね。あなたも私の今の気持ちを知ることになる。その日を楽しみにしてるわ。大丈夫、彼女もじきに全てを理解する。そうだ、マジックが終わってお兄ちゃんに会いたくなったらいつもの場所に行けばいいから。